すがるための武の一生。1550年に生まれたとされる、出自ははっきりしていないが、父は主である陸奥、南部氏の配下の久慈春吉または大浦盛信と言われており、どちらも南部氏の一族である。18歳で大浦為徳の養子となり大浦氏を継ぐ。為徳は為信の叔父である。22歳で主である南部春政に対して軍事行動を起こす。工事を装い石川城を攻略し、城主、石川貴信、春政の叔父を自害を追い込む。この頃南部家と石川家の内部争いが起きており、為信はその隙をついて次々と攻略する。これが、津軽一等氏による通説であるが、南部氏側の資料では異なるため不明点もある。その50年以上かけて、津軽地方を中心に制圧、独立する。30歳には影響を受けた隣国とも対立するが勝利を収める六波川合戦。36歳には外ヶ浜一帯を制圧し、津軽地方ほぼ全土を手中に収め、何度か失敗したものの40歳には使者を上洛させ、天下人となっていた中央、豊臣秀吉に名馬と鷹を献上したことで、津軽地方を安堵される。翌年には為信自らも秀吉と謁見している。為信の行いは秀吉が出した総武事令に違反すると南部氏は抗議したが、為信の方が早くから秀吉と関わりを持ったため津軽地方の大名と認められ、公式に独立を認知された。さらに過去の伝承から公家、近衛家には贈り物を通じて関わりを持ち、その見返りに本姓は藤原、そして姓を津軽に改めた。また後には弘前藩が立藩され初代藩主にもなる。その後は秀吉の下で活躍する。42歳で九戸正実の討伐に参加、後の日本国外の戦いでも功績を挙げる。51歳で起きた日本を二分した戦いにも巻き込まれる。関ヶ原の戦い、すでに死去している秀吉に恩義がある石田三成中心の西軍、台頭した徳川家康中心の東軍の戦いであり、為信は東軍として参加する。しかし長男、信武は豊臣秀頼の故障であり、戦後は三成の次男、重成らを連れ出しかくまった。戦中は居城、堀越城が反乱で占拠されてしまうが、西軍の敗北で取り返した。54歳で高岡城、後の弘前城の築城を始める。先で居城が簡単に占拠されてしまったからである。しかし進みが悪く、時代に引き継がれた。58歳で死去する。2ヶ月前には後継者であった長男、信武も病死。そのため三男、信平と一部の家臣が押したまご、熊千代、信武の長男の間で、後継者争いが起きてしまう津軽騒動、江戸幕府が介入した結果、あとは信平が継いだ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。